オロチが。オーディンめ。このままでは城を落とされてしまう。急げ、城内の敵を一掃するぞ。この城を任されたのってあなたでしょ。私たちまで巻き込まないでくれる。ならばお前には頼まぬ。俺一人でも城を守り抜いてみせる。しかし城を守れても将を損なっては本末転倒。味方の将にも目を配っておかねばなるまい。誓ってきた武勇見せてやる。よし、これでひとまず城内の敵は片付いたな。やはり先行部隊だけでは足りぬか。だが今本隊が到着した。一気火星に攻め立てよ。何？敵の主力が到着しただと？どうしよう。何やな、急に敵だらけなってるやん。この数が相手ではいかに我が輩でも厳しい。いよいよこの清盛も焼きが回ったか。前線を維持するだけの兵力はない。急ぎ、彼らを助けて城まで下がらせねば。厳しい将兵たぜ。ありがとうよ。小僧が味なまねよ。駆け引きの妙、見せてやろう。お店がましく助けになんて来ないでくれる。ま、あんたに免じてここは一旦引いてあげる。ここは私が出るしかなさそうだ。いざ参るぞ。武勇とて引けは取らぬ。この戦場俺が根本に飲み込んでやる。培ってきた武勇見せてやる。武勇とて引けは取らぬ。助けてくれてお気に。ほならうちの城に戻っとくわ。連合軍で数の割にしぶとい。さらに怪物を呼び出してくれよ。これ以上敵が増えては面倒この上ない。小僧、上演を指揮している者を撃つぞ。ああ、それが良さそうだ。弁慶、城は任せたぞ。死ぬまで守り通してやる。他に並んで戦うなど気色が悪かろう。小僧、別々に向かおうぞ。
心得た。現事務所の名にかけて必ずや戦果を上げよう。こんなものをかけられては我が輩も手を抜けぬな。兵士の名にかけ現事務所に遅れは取らぬわ。やりよるな、源氏の御曹司、その名に恥じぬ働きや。恩敵なれど今は頼もしき仲間。礼を言うぞ清盛、おかげで城を守れそうだ。ほう、思いのほか骨がある。ならばさらに大きな力で滅ぼすわ。でしょ？さよなら、オロチ様。嘘でしょ？まことなるオロチ様も現れたようじゃな。さあ、存分にあがく。じゃないでしょうけど、万一ってこともあるようなないような。気になるならば確かめに行けばよかろう。我が輩は先に行くぞ。何にせよ放っておけば城が危うい。すぐに城へ戻らねば。どうしよう、さよなら。とやっぱり見かけ倒しだったわね。オロチ様はこんなに弱っちくないんだから。このもろさ、まことなるオロチ様にはほど遠い。やはり見てくれだけであったか。どちらの幻影も倒したか。ならば最後は私が手を下そう。一息に滅ぼしてくれる。グレンの炎よ、燃え盛るがいい。さよならしたわ。このままでは城が。一刻も早くオーディンを通さねば。仕方ないわね。これってダッキちゃんの危機やんな。あんなうちがいても当たる。私に挑むとは愚か。力技に絶望するがいい。しようと聞く。必要以上に戦力を失っては元も子もある。割とあっさり引き上げたわね。それなら最初から攻めてこなければいいじゃない。奴が早々に諦めたのは皆の奮戦のおかげだ。協力に感謝するぞ。今の戦いのどこを見て感謝などと。まったく人のいい小僧だ。皆、実に見事な働きだった。